どうも、かわいいです。<laughs> こんにちは。よろしくお願いします。あの、今日はですね、なんか、まあ、スマホに溜まってる写真なんか見ながらね、思い出をちょっと振り返ってみようかななんて、思っていまーす。<laughs> よろしくお願いしまーす。じゃ、ちょっと早速あのー、これ見てください。これねー、 あのーこれはもうある日あのー嫁さんに「あのーアイスクリーム買ってやるからさ覆ってやるから」っつって「好きなの選びな」っつってレジに行って持ってってほんで支払いしようと思ったらこれしかなかった <laughs> 一応一応いくらあるかなと思って数えたら「7円」「はれ」ってなっつって <laughs> 結局買ってもらっちゃった。 あとあのコンビニの駐車場に行ったら急に靴だけある。これどうやって帰ってんだろうね。裸足して帰るにしても靴履いてないの気づくじゃない。あとね。パン。なぜかの空のパスタの容器の上に食パン。どういう組み合わせか分かんないけど。ま、多分なんか 昼飯でパスタとパン買ったんだろうね。でなんかパスタだけ食ったらお腹いっぱいになっちゃったみたいな。<laughs> でパンしょうがねえからその上に置いて捨ててったみたいな。ゴミ箱捨てろあーあとそうそうこれこれ。これね。うん。北村さん、かわいい浅井さん、ゲストさん。俺だけ呼び捨てなんだよな。<laughs> なんでかな。 <laughs> まあ影でなめられてんだろうなあとあのこれねあちむら長野県あちむら星のきれいなねあのところなんだけどそこで見つけた銅像これちょっとよく見てあまあ、よくできてんだけどちょっとあのこの少年の銅像のここ。 虫ついちゃってる。ちょうど股間のところに <laughs>。こんなことある。ちょうどこんなところにさ。<laughs> そんでさ。顔もちょうどこんな顔なの、なんか。なんかこう、関連づけちゃうよね、あの。股間の虫と、この顔の 関連付けちゃうよね <laughs>。この、こ、甲骨の、表情っていうのかな <laughs> ああ。あちょっと、申し訳ありません <laughs>。これはですね、今の貯金額です。これ、月末にあのスマホ代が引き落とされるんですけどね。2万超えてるんですよ、それが。 ダメだ。これもよくありますよね。ああ焦りましたよ。なぜかこの時、走馬灯がね、パパパパパパと駆け巡ったんですよね。はっはこういう時も走馬灯ってくるんだと思って勉強になりました。